はい、それではやっていきましょうか。今回の2回目かな。まあ、なんですけど、まあ、一応頑張ってんじゃないの今。結構。豊川雄太かな。うん、頑張ってるよね。どこだっけ、京都山岳か。地味だな。うん。頑張ってるよね。京都山岳でウィングかな ?433 のウィングやってるよね。真ん中もやってんのかな。まあ、もともと真ん中だと思うけど、結構なんかハードワーカーに変わってるよね。うん。京都さんが、あ、でも、俺が今動画撮ってる段階で9点撮ってんのか。すごいな、2桁いくんじゃないの?やばいよね。年齢が、29歳、171センチ。そうだね、やっぱ小さいよね。代表歴はないと。もともとは、鹿島アントラーズにいたんよ。で、試合出られなくて、ファジアの岡山。で、ベルギーに行ったよね。もう一遍。なんか、点はちょこちょこ取ってたと思うけど、ステップアップできなかったんだね。まあ、いかんせんこのサイズやからね。ちょっと厳しいね。で、セレッソに来たけど、セレッソも結局2年か。まあ、使いどころ難しいよな。2トップならいけるけど、433ならまあ、サイドやな。真ん中じゃないよな。で、京都さんが来たと。サンゴでは結構お子さんに活躍してるんじゃないかな多分。それ真ん中じゃなくてサイドでね。うん。だから新境地というか、自分で生きる場所、ね、プロで生きる場所を見つけたんじゃないかな。結構いいよね。29歳か。まあ、どうかな、サンガからステップアップワンチャンあるかな、サイドなんでね。サイドやったら欲しいとこあるか。ステップアップあるかもな。まあ今これね、年内で売ってるんで、まあもしかしたら動画アップする頃にはね、多分いつぐらいやろ ?2 月ぐらいかな。ワンチャン、あるかもな、ステップアップ。